ブルマたちはベジータの怒りから逃れるため隠れ家を変え、クリリンはご飯を連れて最長老のもとへ行こうとしていた。フリーザの切り札、ギニュー特戦隊参上。ちくしょう。ベジータや、奴らに見つからないよう慎重にな。はい。ごめん、見えてきたぞ。は、あの高い山、あそこがそうだよ。ここは俺が時間を稼ぐ。お前は最長老のところへ行け。は、はい。なめた真似しやがって。さあ返してもらおうか、俺の隠しておいた星の4つあるドラゴンボールを。一体何のことだ。とぼけていろ、すぐに喋らせてやるぜ。これはすごい。あの力を引き出してくれるって。はい、あなたは凄まじい潜在能力をお持ちのようだ。ただそれに対する抵抗感もおありのようですね。そこから力を引き出すためには少し手間がかかります。すいません、なんとか急げないですか。大丈夫です。いくつか質問するだけです。それであなたの心の力を引き出すのです。心を落ち着けて答えてください。はい。あなたは大きな力についてどう思いますか。それはあなたの真実ではないようだ。もう一度。あなたは、そうですね、あなたにとって力とは怖いものかもしれません。ですがあなたはそれだけではなく、力の可能性も感じているはずです。では次の質問です。それでは、力はどんな時に使うべきでしょうか。そうです、力は必要な時に振るうものです。最後の質問です。あなたは力を得て何のために戦いますか。それはもう一度。あなたは、そうです、それがあなたの戦う理由です。だから、そのことを忘れないで、心を落ち着けてください。はい。では、行きますよ。なんだ、中に誰か嫌がる。ボールを隠したのはここか。待て、ベジータ、待ってくれ。帰れ。中には入れさせんぞ。死にたいらしいな。ん？この中から強い戦闘力か。そうか、カカロットも来ていやがったか。何？貴様か。なぜ基本パワーが急に上がったんだ。でんで、すぐ皆に知らせよ。
得体の知れぬ大きな力がこのナメック星に接近していると。はい。ねえ、何者かがこの星に近づいてるって。最長老様が。あ、きっと悟空だ。悟空がとうとう来たんだ。そうかな。数が一つじゃないような。一つではないだと。まさか1、2、3、4、5。くそったれ。間違いない。この木はギニュー特選隊だ。フリーザのやつ、ギニュー特選隊を呼びやがった。貴様ら、この俺にドラゴンボールを早く渡せ。バカ言うな。そんなことできるはずないだろう。約束してやる。俺が不死身の力を得ても貴様らには手を出さん。騙されるもんか。いいか、ギニュー特選隊ってのは今の俺、いやそれ以上かもしれん。そんな奴らが5人もいるんだ。奴らは最新のスカウターで俺たちをすぐに見つけて殺しにやってくるぞ。道はたった一つしかない。俺を不死身にして奴らを倒すという道しかな。こいつの言ってることは本当かもしれん。確かに邪悪な大パワーが5つ。しかしそれじゃ俺たちは何のために。ドラゴンボールで叶う願いは3つだ。お前たちの願いもきっと叶えられるだろう。3つ？1つじゃないの？早くしろ。間に合わなくなっても知らんぞ。わかった。ついてこい。約束だけは必ず守ってもらうぞ。くしょう。目いっぱい飛ばせ。やっと到着しましたね。待っていましたよ。ありがとうございます、フリーザ様。今回の我々の使命をお教えください。裏切り者のベジータが私の集めたドラゴンボールを奪って逃げました。死なない程度に痛みつけてここに連れてきてください。たやすいご用です。我々のスカウターはすでにベジータを捕らえております。フリーザ様、ご注文のスカウターはこちらに。ご苦労様。では行ってまいります。お前たち準備はいいな。ファイト。ブルマさん、ドラゴンボール持っていきますから。何なのよ。今ベジータもいなかった？やつらも動き出した。さすがに早いぞ。腐ったれ。お願い、間に合って。よう、ベジータちゃん。早い。接近がわからなかった。くそ。もう少しだったのに。おや、もしかするとそいつがドラゴンボールってやつかな。後ろに5個、お前たちが2個。全部揃ってるじゃないか。
様たちなどに渡してたまるか。では強引にいただくまでだ、グルド。はっ、うん、あっ、なんで。クソったれ。グルドが一瞬だが超能力で時間を止められるという噂は本当だったのか。これで7個すべていただいた。あとはお前たちの始末だ、ベジータ。お前は俺が痛めつけてやる。そりゃないですよ、義乳隊長。この前も美味しいところ持ってったじゃないっすか。ずるいっすよ。そうだったか。じゃあリクームがベジータ、グルドはチビ2匹セットでな。仲良くやれよ。俺は優しいだろう。最高っすよ。では俺はフリーザ様にドラゴンボールを持っていこう。これでフリーザ様は不老不死が手に入る。さてだ、グルド、お前から先にあのチビ2匹を片付けちまえよ。ああ、こりゃあっという間に終わっちまいそうだ。よし、行くぞ。木を解放しろ。ただ一度だけ。一瞬で決めるぞ。ゴン。チビどもにやられるとはな。
頭にくるぜ。おいおいおい、グルドのやつやられちまいやがったぜ。困ったぞ。一人かけては特戦隊のスペシャルファイティングポーズは美しくない。ギニュー隊長に4人でできる新しいポーズを考えていただかねば。なんとかなりましたね。ああ、この調子で悟空が到着するまで粘れれば。甘い夢を見てんじゃないぞ、貴様ら。グルドなど奴らの中でも可愛い方だ。これからが本当の地獄だ。さあベジータちゃん、今度は俺たちの番だよ。他のチビちゃんたちもベジータちゃんのお手伝いをしてもいいからね。ベジータちゃん、前より戦闘力が高くなったね。なかなかいい。思ったよりにやられるじゃないの、ベジータちゃん。化け物め、まるで赤子ちゃん。ここまでだ。さあ、そろそろ始めようぜ。素晴らしいですよ、ギニューさん。こんなに早く7個すべてのドラゴンボールを持ってきていただけるとは。フリーザ様にそう言っていただければ光栄です。夢にまで見た不老不死がまさか現実のものになろうとは。さあ始めましょうか。ドラゴンボールよ、このフリーザ様に永遠の命と若さを与えなさい。ん？もう不老不死になられたのでしょうか。いいえ、そうは思えません。何か
暗号があるのですね。ナメック星人しか知らない願いを叶える秘密の暗号が。ナメック星人にそれを聞き出さなくては。お？明らかにナメック星人だと思われる反応が3つ。まだ生き残ってたんですね。では私が行って願いの叶え方を吐かせてきます。いいえ、私が直接聞いてきましょう。私の方が連中の扱いに慣れていますからね。ギニューさんはここでドラゴンボールを見張っていてください。わかりました、お任せください。チェ、どいつもこいつもつまらねえカスどもだぜ。ま、一応三匹とも留めを刺しておくがな。なんだ今のは。どこの宇宙船だ。悟空だ。やっと悟空が来てくれた。